畑。いやどうもおはようございます。あ、おはようございます。まあ、僕たち髪色が結構変わったじゃないですか。そうですね。で、まあ、僕緑にしたはずだったんですけど、はい、多分ほぼ一緒ですよね。そうですね。そこでまあ同じ色がまあ2人いるっていうところで、はい、このサイコロ、また持ってきた。そういう悪いことばっかり覚えて畑に来てから色変えるんか。また変えるよ。でもさ、この僕ちゃん、まあね、僕緑だったんですけど、まあ青になっちゃったんで、はい、まあ、お前が変えろよって話なんですけど。もう間違いないでしょ。久々に見たんだけど、建物。じゃあまあ、やりますか。このゲームは、てつやが緑にするかどうかのゲームでしょ、本当は。まあそうです。まあけど、そんなの知らないと。はい。先振ります。どうやって、どうする。じゃあ数字が大きい方が勝ちにしましょう。まあ、わかります。シンプルですね。はい。勝ちが変える。勝ちが相手の髪を変えられる。なるほど。いきます。はいはいはい、ゴーゴーゴー。やばい、すぎる。待って、最強でしょ。655一番強いよ。16、これ勝ったな。じゃあ緑にしてください。もし、はい、僕が勝ったら、まあ6ゾロなら OK ってことですね。665でもいける。すいません、ありがとうございました。大地くん、はい、また来たか。また引くんか。なんか今パワプロのガチャやばいんでしょ。やばいですよ。あの8月26日にパワプロの日っていうのがあるんですけど、そこに向けてかなりいろいろやってくれてるんですよ。どれ。これです。これ。はい。どれが欲しいの。ですね、この真ん中のあま、あまね。はい、いきます。はい、カットイン。虹が出れば熱い。ない。まあ、グググまではあるんですね。ここからカットイン。いやー、頑張った、終わった。終わった。ライオンがいるよ。第1回ライアンのオールニー中にいたら1秒あたり100円選手権。安いな、おい。ライオン、あの、ビビってる人。あ、うつせえし。そっち。行こう。いや、かわいい。でもライオン、いや、いや、いや、ちっちゃいっすね。いや、できへんよ。どうなって小さいんだよ。ちっちゃくないよ。やっぱ体に対して、体に対してのすごいね。いや、すごい。もう動物園よ、ここ。はじめサッパリ、サッパリパック。いや、マジでこれもうチャンネルディスカバリーチャンネル。うぅ。本当に、本当にもうね。おぉ、うんじゃない。怖くて近寄れないよ。餌とかあげれんのかな。餌ってまだあげれそうですかね。大丈夫。待って待って、大丈夫。左腕を、ハキ使うよ。なんとかありません。骨付き肉あげたら骨ごとバリバリ言ってた。うわやばいよ。写真撮って、ライオンとツーショットってなかなか撮れんすよ。写真撮りたい。もう撮りな撮りな。もうやべ、大丈夫、撮ってください。下にするっすか。大丈夫。ライオンちゃん、ライオンちゃん、こっちこっちこっち、ほらこれ。まあ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 、見て見て、こっち見て、見て。待って待って待って、餌じゃない、餌じゃない、餌じゃない。いやいやいや、ここはジャンガツです。ジャンガツです。あげることでないから。サバイサイズ、ジャンガツ、ジャンガツ、ジャンガツ、アイコショ、アイコショ、アイコショ。あー、あげた。すげー、勝ち勝ちだ。はい、っていう時に入れてもらっていいですか。はい、結構近場だもん、遠くだもん。いいですか。あ、手前でも全然。いや、ビビりすぎ。食べて、食べて。リアンちゃん、あ、ほら、来た来た来た、見て見て見て。どうぞ、どうぞ。すごいすごい。わぁ、お、すげぇ。グッバイ、グッバイ、グッバイ、グッバイ。バキバキ、バキだって。何が始まろうとしてるんですか。今から珍しく生放送します。イエーイ。といってもただ生放送する、ただ生放送するわけではありません。裏企画として生放送中に特定の単語を何回言えるかバトル。もう普通に生放送するだけじゃなくて、うん、生放送中に特定の単語、みんな別のものを配られますと、うん、それをバレずに何回言えるかと。
ふざけてますね、はい、本当に視聴者側にバレずにってことですね。そうです、バレちゃちょっと良くないです、うん、はい、なるほど。コメント欄もそういう、え、なんかやってねみたいな空気になったら、うん、その人はもう、あ、どうなんですか。え、退場？退場です。退場かい。なんか1人2単語ぐらい準備して、はい、シャッフルして引いた単語があなたが生放送中に言わなきゃいけない単語になります。なるほど、なるほど。はい、できました。イエイ。はい、では誰から引きますか。どっちもどっちだな、うん、どっちもどっちだな。 いいですか、じゃあ1個引きます。しっかりガーってやるんですか。あ、そうですか。お、ちょっと待って、ちょっと待って、いきます。はい、まだ見ない方がいいってことですよね。はい、じゃあ僕、はい、はい、1つ取りました。じゃあ時計回りでいいですか。うーん、時計回りじゃ俺じゃねえ。では皆さん、はい、絶対に他の人に見られないように、はいはい、確認してください。はい。なるほどね。じゃあもし見つけたら何も言わずに退場してくれていいですか。そうですね。急に、それ、自分の発言と関係なく出てきたわけ。なんかみんなでコメント欄これ多くねみたいな感じで指さして、その人がなんかめちゃめちゃ心がいい。なるほど、面白いな、それ。退場の条件として、それでは生放送いきましょう。はい、やべ、皆さん単語覚えてますよ。はい、バツイです。覚えてます。参ります。はい、はい、初生放送というわけで、はじめしゃつの畑初の生放送ということでやっていきましょう。じゃあ、はい、じゃあ、じゃあ、すいません、陽平くん老けたってきてます。やかましや。はじめしゃつの畑についてね、の生放送なだけでございますので、そうですね、はい、特に何があるというわけでもない。はい、コメント見たら解散悲しいって書いてありましたね。しかも解散らしいっていうのはどこ情報どこから出てるのや。もう気が早い。 BGM が来店校ってなんだろう。え、多分なんか外の音が聞こえるから雷の音的なので BGM だよみたいなこと、ああ、ね、なるほどね。セミが鳴いてるだけなんだけどね。まあ夏っすからね、今多分。夏ですよ。うん、夏かっきり食いたくなるな、やっぱ。とことですね。うん、俺スイカなんですよね。やっぱ夏っつったらスイカじゃないですか。まあまあ確かにね、まあ、スイカうまいっすから。スイカか。え、夏なんか食べました、うん、夏っぽいやつ。卵卵卵いつも食ってんだ。、うん、すごいね、こんなゲリラ的に始めてね、うん、ビリビリした。マジラッキーよ、ラッキーよ、ラッキーよ。ラッキー。3.3 万人。すごい、すごいですね。すごい、すげえね、ラッキョな人が多いですね。うん、うん、まあやっぱりなぜ生放送をやったかっていうのは気になってる方が多いですね。まあ確かにね、うん、誰からいい。まあでもそれがメインな目的じゃないですけどね。そうですね、そうですね、うん、一回ジャンケンしてみる。一回ジャンケンしてみようか。はい、最初グー、ジャンケンぽい、ちょ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 、はい、ショ。お、あ、あ、あ、すげえ。逆、逆、逆、逆の。すげえ。最初はグー、あ、負けってことですか。あ、てつやだ。あ、でも僕勝ったね。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、おー、勝ったね。え、たなっちゃんチョキだった。はい。しょろいっすね。これなんだ、ジャケット返したんすか。なんとなく、なんとなく、なんとなくですね。友達かペプシって出てる。完全にペプシなんですよ、みんな。なんとかんだ気に入ってるんですよね。あ、気に入ってんだろうなと思ってた。似合っちゃうんですよね。似合ってるとは言ってないけど、ね、うん、誰も、うん、あ、自分だけですか。いや、ちょろいなと思ってたんですけど、いや、夏って結構めちゃめちゃイメージありません。ある。でも夏といえばで止まんないじゃないですか、なんかものが、うんうん、あ、花火しかり、祭りしかり、浴衣しかり、うんうん、夏といったら何です。夏といえば山の宣言もやってきます。あー、 あ、 ー、 あー、なるほどね、うん、誰から。あ、俺から。え、どっち回りですか。こう、こう行く。あ、じゃあ僕が次さ、はい、はい、夏といえばあの、うん、山の手宣言。せーの。花火、スイカ、待って、浮き輪、プール、海、かき氷、浴衣、アイス、風鈴、祭り、アメリカ、そうめん、うん、夏アメリカ旅行一番行く人多いんですよ、統計的に。本当なのかが分からない。本当、本当です、ぽいんですよ。本当は知らん。はじめ、もう一回ブリーチしてよ。無理だよ。もう無理だよ。なくなっちゃう。汗かいたら伸びるんだよ、ピヨンって。髪ってそんなんだっけ。バンジージャンプできる。めっちゃちょろいじゃないですか。
間ができたら何かやって。やばいなそれ。やべ。間がいちゃった。間がいた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 。卵。普通にあの放送の後、ゴッツさんから電話来たんよね。いろいろ来て気にしてた。あー、いやゴッツさん気にしてると思って。俺も連絡したんす、あったんすよ。あ、本当ですか。かき氷食いながらなんかゲームしてたら、来てすごい炎上してることを心配しました。やべ、初めの目指すって書いてある。あ、ちゃんとやります。あれ、いや、大地くんの観光用ですごい言われてるっすよ。すごい。いや、聞いてください、いいですか。ではこの言わせてもらっていいですか。はい、あ、そう、カンコピー忘れてません、はい、忘れてません。カンコピーって完全コピーの略なんです。だから完全にコピーするために練習中なんです。時間がかかる。時間がかかるんです。なるほどね。そんなちょろいもんじゃないぞ。そうなんですよ。なるほど、なるほど。コピーですよ。なかなかそうですね、うん、ちゃんと物も買ってあるんで、はい、ほら、ほんと髪の黄色白じゃなくなってるな。てかみんな薄まってきたね。そう、俺すごくない、もうオレンジが、え、なんかいい感じの茶色になってる。あの、みんなさ、マニパニっていう、うん、いや使ってるんだけど、これだけ違うんだよね。あ、そうだ、うん、オレンジがなかったから。そう、だからなんか抜けが早いのかな。うん、テイザーとかき氷食いながら話してたんですけど、うん、もう一緒なんですよね。そう、タイムカードめっちゃタイムカードあるなって言われた。あ、そうですね、まあ、会社ですね。タイムカードに会社ですか、いつ働いたか分かんねえから。そうなんだ。確かにな。まあすごい俺も前友高とかき氷食べながら話して思ったのは、うん、すごいなんか、なんだろうな、何話してたっけ。嘘。かき氷食べながら、かき氷食べながら何話してたんだっけな、その、うん、なんかめちゃめちゃちょろい話してた気がするっすよ、ね、うん、なんだっけな、うん、あ、爪は大丈夫ですよ。爪はもう6割ぐらいまで伸びてます。あ、あれか、スイカ割りの時の。そうそう、あれマジでやばかったな。腫れ、もう剥がれた時はもうすーげえ血の量で、うん、グロいかもしんないけど、ブルッときたわ。もう、もう花火のごとくブルシャーなってて、そう、でもマジで今もうだいぶ治ってきて全然いけます。タラチさん、ほらやばいってなって車行ったじゃん、うん、俺その後さ、どうしていいか分からなくてスイカ2個持ってこうやって追っかけてったから、うん、いや、何かしたくね、夏もう終わりま、終わっちゃうよ。スイカ割りどう、リベンジできなかったから。やべ、次両足行くよって。あ、そっか。ていうかあれ本当はね、2回やる予定だったんですもんね、うんうん、俺で終わっちゃったっすから。初手のタナッチでね、うん、やっちまったからな。スイカこう割った途端に爪ポパッカンと。すごい、思い出したくね、マジで黒かったな。あれいたよね。いました、実は、うん、あ、そう、こっそり箸いたんだ。実はいるんすよね。見てたんすよね、全部を。びっくりしたでしょ。いや、YouTube 半端ねえと思って。いや、そんなちょろくないですね、うん、スイカ食った今年。スイカあれ、たん、ちょっと、あの、大地君休みでしたっけ、動画撮ったの。俺田舎あるか、ガーってやつか。3秒で食ってますからね。嘘、4秒、5秒ぐらいで食ってますよ。今年食べてないんだよね、まだスイカ。へー、すっげー食べたい。卵は食った。え、まだ、卵は食ったっすか。卵は食べてる、食べてる。急に卵。ラッキョウは、え、ラッキョウ、ラッキョウか。なんか夏って、うん、いや、お返しします。え、花火は食いましょう。ん、花火は食べれんな。食べたことないっすか。あんの。あんの。いや、当たり前じゃないです。ちょろいっすよ、そんなもん。ちょろいね。ちょろいっすよ、2人。ちょろいっすよ、ちょろいっすよ。間違いなくちょろいっすよ。食べたんだったらラッキョウ。ん、あー、なるほどね。あ、痩せたって言われてるわ。ありがとうございます。お前じゃねえわ。徹夜マウイでって言われてる。マウイで、どうぞ。いや、やばいやばい。いや、真ん中、真ん中か。うん、まあ、スイカみてえだな、ほんと。はい、もうどんぐらいやった。もうえ、もう40分40分、やばい、すげえ。これですか、これですか。アス、アスか、アス、アス、アスか、アス、アスか、アス、卵、卵、スイカ、ちょろいちょろいちょろい、卵、ちょろいちょろい、花火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 、卵、花火行きましょう。花火、お願い、花火、スイカ、花火、花火、スイカ、花火。